皆さんこんにちは。ドラゴンボールファイターズプロデューサーバンダイナムコエンターテインメントのひろきです。今日は新しい仕様、ファイターズカップについてのご紹介をさせていただきます。皆さん、先日アップデートした Z ユニオンにはもう入りましたか？このファイターズカップは Z ユニオン同士の、バトルということになります。ファイターズカップは約1週間行われます。6日間ユニオン同士 Z1、Z2、Z3 のリーグ内で戦い、結果に応じてリーグポイントが各ユニオンに加算されます。成績が良ければより上のリーグに入ることができますので、皆さんキャラクターへの愛でバトルを盛り上げてくださいね。7日目の結果発表は部門賞や個人賞などさまざまな賞がありますので、ふるってご参加ください。なお1回目は5月22日に初めて開催されます。ただこちら1回目ということになりますので、まずはどのリーグに入るかのリーグ分けバトルとなります。つまりは、どのユニオンとも総当たり戦で戦うことになりますので、皆さんまずテストだと思って1回目ふるってご参加ください。よろしくお願いします。